はい、プレイしていきたいと思います。 7 days to die。 お昼のライブでだいぶ進みました。ちょっとどれだけ進んだか見てもらおうかな。あ、待って、大丈夫かな。フェラル来ないよね。外ずっとね、何でしたっけ、ブロックを敷いていきました。でちょっと取りに行く途中だった気がするんで、一回取りに行きましょう。で今ねエアコンガンガンに入れて冷やしてきました、部屋を。で、ちょっと待って、334しかない。あった、紙のちょっとここにしまっとこよ。こんなの持って死ねないから。OK かな、多分 OK。 OK、 スパイクトラップ、ログ、まあ30個くらい使って、で木をちょっと上に持ってこうか。木じゃない、こうか。オッケー、これまで持ってこう。オッケー。待って、なんかおかしい。よし、よし、オッケー。来てないよね、まだね。来てないと思います。ただ今ね、思ったのが CPU の使用率結構食ってるね。 35% 食ってます。これちょっと動かしてるだけで。で GPU が半端ないことになってる。67度です。意外とやばいね。このままフェラルホール来たら本当に爆発しちゃうかもしれない。本当に爆発しちゃうかもしれないけど、気にしないでいこう。よし、回り込んでくるんだよね。どうしようか。こっちが伸ばしちゃう。そっか。これ一回閉まって。どうするんだっけ。これでしょ。ああ、そしたらこれ降りれなくなっちゃうじゃん。それは困るな。困るな。どうしよう。でも絶対回り込んでくる。うわ、危ねえ、こんなの。ロックしとかな。いで。よし。そう、今日はフェラルフォードの予定なので、とりあえずお昼のライブでスパイク5000本全部立てました。結構な作業になると思ったんで、お昼ちょっとライブして、それでスパイクを立て終わりました。なので今見てもらった通り、外側全部なんだっけ、スパイクトラップかな、ないね、立っています。でね、どうしようかな。とりあえず OK。 こっちね、これ修理しとこうか。
大丈夫かな。こうして、これも修理しとく。しとく？必要かな。しとくか。店の音強化しとこうか。いらないと思うな。こっち閉められるかな。どうかな。わかんないよね。怖いから、僕だけ置いとこうか。とりあえず今んとこフェラル来てないんで、この感じだと本命は、夜の22時に来るかな。いや、よかった。ログインした瞬間に来ないかがちょっとね心配だったんですよね。なんですか、来なかったんで、今日はゾンビさん走ってらっしゃいます走っての出家になります。私のこの要塞に、これはこれでやばいね。怖いね。どうしよっかな。こっちでしょ。あ、そうだ、忘れてたのが一個思い出してしまった。どうしよっかな。どこでどうやって戦いましょうか、俺。どうしよっかな。犬がサクッとね、飛び越えてきちゃってね、入り込んじゃったんですよね、前回とかライブやってる途中で。あれはちょっといかん。あれは本当にいかん。なので、どうしよっか。とりあえずこのこっちの外側は全部埋めてこようか。そうすれば多少は時間稼げると思うんでね。こんな感じかな。で、必要になったら出口開ければいいしね。こっちはオッケーだよね。いいよ。あ、こっちは穴開けられてるね。全然木が足りないじゃん。穴掘ってくればよかった。穴じゃない、木切っとけばよかったっていう。え、余裕あるかな。木切る、切りましょうか。この感じだと木切っても全然時間ありそうなんで。ではね、ないかな。どうだろう。いいね。CPU37%、22%。結構きついかもしれないな、本当に。やばい、この高画質のままフェラル迎えたら、今日のお昼やってたらね、ライブで皆さんがパソコン落ちるっつってた、ね、セブンデス2で落ちるぞって。いや、本当にこれ落ちるかもしれない。昼やってた時 CPU の使用率とか表示せずにやってたから、ちょっと把握してなかったんだけど、まさか 36% を使ってると思ってなかった。こいつはやばいかも。OK、これでいって、強化しようか。
これ全部、あれ違う。返しがついてるわけでもねえな。まあいいや。足りないね。もう50個ぐらい作っちゃうか。木切ってこよう。サイドアタックされた部屋で終わりだな。こっち側から来たらね、一発だよ。前回の内側だけで耐えられるとは思えない。今回のフェラルは。いて。よし、穴掘って、うわうわ、俺これどうやって出るの、どうやって出るの、どうやって出るの、どうやって出ようか。こうだっけ。まずこの中に入らなきゃね。一回中に入って、よいしょ、1234567か、よいしょ。こっちがもっと広くしといてもいいな。でもってここもちゃんとした斜めにしてもいいかもね。斜めの2のかけ2かけ2ぐらいの大きい穴にしてしまっても。よいしょよいしょ。OK。 ふう、木切ってこようか。これ植えながら行こう。どうせ、あ、持ってない。まあいいや。お、ナスじゃんこれ。地雷も設置というのはね、どこに設置しようかな。地雷が縦置きできる情報があったんで、どうしましょう。どこにどう、あれもプレッシャープレートマインって言ってたんだけど、俺が持ってたのランドマインだよね、確かに。ランドマインか、なんだっけ、キャンディー缶マイン、エアフィルターだっけ。エアフィルターかな、俺が拾ったの。あ、もしかして違うな。ティンランドマイン、これかもしんない。誘爆がないよって言ってたんだけど、本当かな。うーわ、落としてるでしょ俺、めっちゃ。やっぱりなんだっけ、ログ30。まあまあ、よしとしよう。よしとしよう、よしと。オッケー。で、よし。種植える？
それ。よーし、かかってこいよ。フェラルフォード怖いよ。どこだ。あっちかな、俺行くね。あっちだね。よーし。帰ってきた。外から見た感じまあまあ大丈夫なんだけどね。よさげだよね。どうしよっかな。ライトがね、内側からだね、多分あと2個は。よし、一旦帰ろう。外界とは当分お別れだ。後ろがいいのかな。これこのバイク下手に使うとね、落ちちゃうんだよね。落ちちゃうっていうのはこのマップの下に落ちちゃう。壁の外に多分降りた時に出ちゃって、そのまま画面外に落とされちゃうんだよ。なんで簡単には使えないっていうね。よし。ハンマー持って。ネイルガン一回リペアしとこうか。OK。ん？ネイルガンのリペア何使うの？リペアリングキット9個。あれ？ 9 個持ってたような気がするけど、気のせいかな。で、あ、松明忘れてた。あ、ランドマインだよ、それ。70個ある。フィルターだね。え、フィルターランドマインだ、俺が持ってんの。マジか。結構凶悪なやつじゃない。これ誘爆するのかな。やばいね、誘爆したらめんどくさいな。誘爆したらめんどくさいけど、その時はその時です。開けてみよう。どこに設置しようかな。どこに設置しようかな。200個でしょ。片側50個。5×20。よし、行こう。よし、行こう。行こう。だけ何をしまうか考えよう。うわっ、鉄がない。あった、鉄がちょっとだけあってよかった。強化できる、これで。あれ、俺鉄バイクにしまったのって回収します。なんでそれが最後の鉄なんだよね、本当に。違う、どうしようか。これでいいや。今とりあえず外側埋めていきましょう。よいしょ。
焦ってるね。どうやら私焦ってるね。よし、オッケー。よし、こっちも教えちゃおう。もう外部は任せた。あいつらは自分たちでやってもらおう。修理は無理だ。俺は内側しか守らないぞ。だったらさ、うん、なんか虫飛んできた。ほう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 、どっか行ってくれ。で、なんだっけ、そう、外部、やばい。リペアしとけばよかった、もっと。見えねえし。なんか鉄か、鉄はいい。よーし。そしたら、この真ん中にランドマインを50個ずつ設置していきましょう。からがいいかな。こっからでいっか。1、2、待って、ダメだ。ここからじゃダメだ。ここからじゃダメだ。いや、いいのか。ダメだ。ダメだ。ダメだ。ちょっと、キャ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 。こんな場所から走っちゃ始めたら、これダメだ。なぜなら焦ってしまうから。よし、こっから設置していこう。俺の視線上はこっちになるはず。つかする。本当はね、この斜面に置きたいけど、斜面に置いてね、ダメージ入っちゃったら困るから、ここにしよう。え、50個って結構全然余裕じゃん。もうフェラル、ゾンビ来る。待って、もう無理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 。よし、というわけで今回ここら辺で終わりにしましょう。次回フェラルホード来ると思いますので、よろしかったら次の動画見てください。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。来たー。